こんにちは、速報おじさん。なんだよ、もうちょっと止まってんな、速報ないじゃないかよ。でも一瞬実は速報待機してたんですよね、あの日。待機してたよ。セーブって女房がさ、はい、こう書いてくれるんだよ、はい、最近ちょっと鈍ってきてるっていうから、速報がないとちょっと困るんだよ。ちょっと腕が鳴るぜみたいな言ってたからさ、女房が黙ってきちゃうと、黙ってきちゃったよみたいな。実はコメントにも、速報おじさん待ってます待ってますね、近藤選手セーブで決まったんですねっていうコメントがブワーって来た瞬間があったんです。そうでしょ、はい、まあ甘い甘い俺はまだそうは思ってなかったから。いや実はあれ、もういつだったか忘れたんですけれども、ある一社、どこか一社が近藤選手セーブで決まったという記事を出したんですよ。まあ、ちょっと勇み足だな。はい、うん、でそうなんだと、いや俺も一瞬思ったよ、出ましたよね、もうセーブなんだと思って。そうですよね、俺の予想外れちゃったみたいなでも速報を、ね、出さないといけないし、いやでも確信がなかったんだよね。あ、そうだったんですか、うん、でもそうなんですよ、その後他の各社一切そこに追随しなかったんですよ、うんうん、速報も出なかったし。そうだね、そうなんですよ。そうしたらまだ決まってないということだよね。まあ、そうですね、今結論から言うと、結論から言うと、で近藤選手も、ファン感が終わって、はい、で一応マスコミに、まだ決めてませんと、うん、ある記事出ましたけど違います、まだ決まってませんで、まあ、ちょっと年内いっぱい自分の今ちょ本当に人生の岐路なので考えますと。各社はもうね疲れちゃってるはい、いい加減にしてくれよみたいな、多分待ってると思いますよ、ね、だからまあちょっとそういう記事もね、はい、じゃないかっていうようなことで出る可能性はこれからもあるかもわかんないけど。そうなんです、まあでもそうだな、待ってるとお金は上がるもんだね。そうなんです、まさになんと、はい、そのある一社が西武に決まったか、決まったっていう記事を載せた翌日、なんとソフトバンクが近藤選手と超極秘で交渉、再交渉をしたと。極秘じゃないじゃない、もう出てる時点で知ってんだろ全然極秘でも何でもない超極秘だったそうです、はい、これはもうあの藤本監督と一緒に長谷川打撃コーチ、はい、で近藤選手がすごく尊敬しているということなんですけども、はいはい、長谷川打撃コーチも一緒に同席して、で再交渉して、でなんとこれまでは6年25億規模の提案をしてた、提示をしてたところ、最大で6年なんとプラス10億円アップして35億。この10億は何ですか。6年35億、6年25億が6年35億に10億円アップしたんですよ。年末ジャンボ宝くじとかそういうことじゃないですよ。そうだな、それよりいいね、はい、これはソフトバンクはどういう意図があって。いやもう絶対取りたいんだよね、その西武の一社が出した記事がちょっと引っかかったんですかね。いやだからさ、まあ、例えばさ、はい、こんな時計だとしても、はい、ね、絶対必要だと思ったら、うん、じゃあ5万って言ったら買うじゃない、絶対必要だったら、はい、でも必要ない時は、うん、1000円って言われても、いやそんないらないいらないって言うじゃない、はい、やっぱお金の価値ってそういうもんだよ。だから近藤に対しては絶対いるっていう思ってる選手なんだよね。そういうことですね。だから金を惜しまないという。で他にさらに競合相手がさらに出てきたと思うと、やっぱりじゃあうちは負けたくないんだよ、ね、そうですね、もっといい条件でって出しますもんね。だからまあただね、近藤の中では、はい、まあ、お金もそうだけども、やっぱ自分がより光り将来的にも考え、はい、どこにいるべきなのかっていうことをしっかり考えてると思う、うん、ね、だから1日経ったら1000万ずつ減らしていきますみたいな待ってください、か5000万ずつ減りますみたいな言ってたら、急いで、ね、いやちょっと待ってくれみたいな、今反抗しますなるかもわからないけど、そんな契約じゃないしな。そうですね、これって NPB でいついつまでにっていう期限は特に設けてないんですね。まあ、ただね、本当に、まあ、人生の岐路というかさ、はい、そういうことによって、まあ、今度も野球がすごく好きな選手でね、うん、やっぱこうどういう選手でありたい、どういうところに行ったらその自分の立ち位置っていうものが確立され、うん、光り輝くんだろうっていうところをお金以上に多分考えてると思う、うんうん、ただここまでやっぱ時間がかかるっていうのは、やっぱ悩ますものがどっかにあるんだろうね。そうですね、それどこかというと、やっぱり日本ハムを出ていくのか出ていかないのかっていうことが一番の引っかかりだと思う、うん、
出ていくっていうことになってくると、例えば3球団4球団並べて、はい、あそうですかそうですかそうですかって、で自分が1日2日置いて あそこに行きたいと思ったらよしここに行こうって決めるよ、はい、多分。ただやっぱこう日本ハムの残留というエスコンフィールドという、また北海道で、ね、自分の地位は確立できたっていう思いと、はい、がやっぱこう複雑に絡み合ってるのかなっていうふうに俺は思うけどね。だからやっぱり時間がかかってるっていう、だから時間がかけてるっていうのは他球団に失礼だっていうことはもう重々承知だと思うんだよ、はい、でもやっぱその悩みっていうのは日本ハム側は分かってるよね、はい、うん、だからそこは、まあ、今度の温かさかなっていうふうに捉えた方がいいのかなと思う、うん、出るんだったらもう出ますって日本ハムには伝えると思う。あ、そうですよね。そこでも伝えてなくてファンフェスタまで出てやってるっていうことは、うん、はい、日本ハムに別れをこう告げたと同時に決まると思う。あ、もう決めてると思うよ。ただ日本ハムがこう後ろ髪を引いてるんだと思う、はい、まあ、俺みたいに抜け毛になってるんだと思う今のところ。なんでお前笑いすぎだろ何の話すんの。いやいや、だから後ろ髪をもういっぱいに引っ張られてる。だからここに残るかもう決めてると思う、大体気持ちは。だからそんなにはね、他球団でどこどこどこって対戦相手だからさ、はい、もう分かってるし、うん、内情も、うん、だそんなには出るって決めてからはもうパッと決めると思うけど、うん、まあ、ここの日本ハムのこの母体みたいなところで、ね、はい、家出少年になっていいのかとか、うんうんうん、ね、いやいや、まあ、俺が支えるんだみたいなところで悩んでるんかなっていうふうに俺は想像するけどね。でいわゆるその5球団で悩んでいるというよりかは、うん、日本ハムと残りの4球団の どのチームかで悩んでるっていうところになってくるんでしょうね。そう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 、だ今、まあ、日本ハムプラスソフトバンク、オリックス、西武、あとロッテっていうふうに言われてるんですけれども、うん、となるとじゃあのその4チームの中だとどこが一番揺れ動いてるんですかね、近藤選手。そうだな、うん、関東でやりたいとかね、はい、うん、あるんだったらやっぱロッテにもチャンスはなくはないし、はい、あとはそう金額面で言うと、まあやっぱりソフトバンクが圧倒的に今額が、うん、だからそこでやっぱりまだ決めかねてるっていうのは額ではないんだよね、うん、あ、まあ、額も大切だよもちろん、はい、それはさ、ね、36億出すっていうチームと20億しか出さないっていうチームだったら、はい、そりゃもう36億に行った方がいいよ、はい、自由そこですね、差が、うん、そこは金でいいよ、はい、まあ、だけどなんていうのかな、オリックスかソフトバンクかなっていうな、他だったら気はするけどな、やっぱ強いチームに行きたいでしょ。あ、まあ、本人もその優勝をやっぱり経験したい、いや、それとやっぱり一つのフォアボール、一つのヒット、はい、一つのホームランがやっぱ価値あるものにしたいよね、うんうん、それはやっぱり選手としてよくわかるわ、はい、でそれは日本ハムにいるとちょっと時間がかかりそうだしな、はい、もう少しね、うん、でもやっぱ育ててもらったっていう恩義を感じてるんだと思う、日本ハムには、うん、そうですよね。私はどうしてもなんか西武が引っかかっちゃって、その松井和夫さんと仲がいいっていうのが、仲がいいっつったって、はい、ね、うん、西武のあそこの俺はね、球場の条件を考えるとなんか行きづらいんだよね。そうか、球場の例えば広さとか特色とかから、まあ、それはあんま関係ないけどね、この選手は、うん、まあ、でもドーム育ちだからドームの方がやりやすいというふうには思ってるだろうけどね。そうかそうか、うん、でもまあそんなこともあんまり関係なく、うん、松井和夫と仲がいいって言ったってさ、はい、墓一緒に入るわけじゃないでしょもちろんそう、ね、違うでしょ、はい、だからそれだったら、うん、まあ、それはそれとして、はい、でも自分のビジネスとして考えると、うん、まあ、それは度外視してもいいと思うよね。あとどこのユニフォームも似合いそうなんですよ、不思議なことに、うん、でも俺はなんかこうオリックスが降りてきてるね、はい、あ、ちょ、お日本ハムに続いて、うん、これはなんかオリックスはなんか華やかな感じがする。あ、それ森友哉選手もなんか言ってましたね、自由でのびのびやってるチームだなと思ってたって、うんうん、ソフトバンクだとねちょっとおっさん臭くなるかなと思って
ね、ユニフォーム着たらこの選手か なんかね、うん、なんかこうイメージだよ、はい、うん、なんか、うん、吹き込んじゃうみたいな、オリックスの方がなんか映えるよ、おで西武だと、はい、いや移籍する必要ないじゃんってユニフォームそんな激似じゃんみたいな似てる、激似じゃん、似てますよね、だからそんなとこ行く必要ないじゃんみたいな、でも西武に行くといやらしい一番になるだろうな、うん、いやなると思いますよ、あ、うん、これはやっぱ確実に西武は得点力がアップするよね、ですよね、あでもちろん優勝ってことは、いやそれはもうどこの球団に行ったってそうなんだけどね、はい、うん、そうだな、ただこのまあでもね、はい、こんちゃん本当にいい悩みをね、うん、今すごく勉強になる悩みを抱えてると思うし、はい、そうですね、でも決断の時はもう迷いなくスパッといってほしいな、そうですね、うん、そこはだからすっきりね、うん、うん、じゃないと後々後悔するだろうし、そうですね、まあ、決めたことに対しては責任持つだろうしね、うんうんうん、だからそういう意味ではいい決断をしてほしいけど、そうですね、いい年末年始を過ごしてほしいですね、まあそうだね、結構そんなに悩むかなと思うけどねでもそう、近藤選手は本当年内いっぱい考えたいっていうふうにお話ししてたので、やっぱじっくり本当に悩んでるんだなって、みんなに忘れられたりしてね、あ、します、ね、してたっけみたいな、どこ決まったの、どこだっけと、あ、いやそれは良かったねみたいなあんまり伸ばしすぎて、伸ばしすぎて、でもそれは見逃さないよ、速報じさんはね、速報じさんはね、そうですよ、もういつかいつかと思って待ってるから、ボードに用意しといたらいいかもしれないですよね、最近ではもうコメントでも、はい、速報じさん、はい、待ってますみたいな、そうですよ、ね、だって今年想像してるから昼ぐらいにニュースが上がって昼飯を途中で中断して撮ってるとかね。なるほどね。なるほど。想像までしてくれてるから。多分おそらく年内最後の速報じさんになるかもしれないですよね。この近藤選手が指名。いや、まだ俺はありそうな気がする。トレードとか。あ、とか。とか。まあ現役ドラフトもありますし、ね。とか。まだ速報じさんに出る可能性はあるよね。あ、またしね、ちょっとね、師走まで忙しくなりそうですね、速報じさん。女房が錆びつかないうちにいたのに。この選手。そう、看板。なんか自分は看板屋だとか言ってる、ね。そうなんですね。そうそう、看板、ちょっと腕が落ちたのかもね。じゃあちょっとね、速報のね、頻度もちょっと上げていってほしいですね。はい。はい